はい、どうもフランクです。本日ね、GTR のフラグ交換ね、していきたいと思います。まあ、俺やんないけどね。NGK です。はい、じゃあちょっと先生、早めにお願いします。タペットカバー外してある状態なんで、とりあえずイグニッションコイルを取らないといけないから、まず取ります。とりあえずボルト、はい、で取る場所が7箇所あります。もうごめん、ちょっと省略してタペットカバー外しちゃっていくよ。まずはじめに、ね、ここにボルトがね、1個、2個、3、4、まあちょっと見づらいけどこれ2、5で6、7、これ全部、各同じサイズでボルトついてるんで、これ始まって、12mm、 12mm のソケットでこれを全て外していくような形になります。で、ボルト外したら多分三々に分かれるから、これコネクタを全部外します。ちょっとエア吹いた方がいくね。大丈夫。で、この状態で、よいしょ。ついてるかな。抜くと、よいしょ。これボルトとか全部もう落とさないようにしてもらって、よいしょ。上に引っこ抜くと、はい。このようにこれが、イグニッションコイル。あ、垂れてる、垂れてる。が、これがもうイグニッションコイルです。これはまあ、交換する場合は、もうまたここ。8ミリでボルト止まってるから、これ外して新しいイグニッションコイルを取るっていう形になります。ここにプラグが3つ、1、2、3入ってます。まあできるなら今プラグ外す前にエアブローとかしてあげて、まあゴミはねもう絶対入らないようにしてあげます。ゴミ溜まってんだね、ゴミ。多分もうこの黒いのはあれだね、このヘッドの剥がれてるやつが全部。はい、とりあえずこんなもんです。そしたらこれプラグレンチ、まあ、どこら辺にでも売ってるよね、まあ、ここら辺、まあ、ホームセンターとかカー用品店大体売ってるから、あとはもう普通に刺して、おい、注んだ。奥まで刺してあげて、左回し。これはね、地味にめんどくさいんですよ。これで、プラグが取れましたと。劣化してる。いや、まあ普通、普通、本当に普通の焼け方。それガチや。OK。あとは逆の手順でプラグレンチにプラグさせてあげて、これも注意、これ無理につけちゃいけないから、ほんと根気よくちゃんとした正規の位置で回してあげる感じで、よいしょ。で、これトルクなんだけど、まあ、本来今ちょっとトルクレンチ手元ないから、この状態、今もう締め付けてある状態で手で回しただけね、この状態で2分の1回転だから、180度回すような感じだから、これで90度、180度、よし、これがもう適正トルクっていう状態だから、もうこれをもう6本繰り返しつけていくから、ちゃんとかかってるかどうか確認して、今もこれかかってる状態でしょ。かかってるの、うん、そしたら左に回す、思いっきり、思いっきり、うん、思いっきりグッて左に回す。この体勢、危ない、怖い。あ、そう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 、うん、あ、オッケー。腰がやばい。多分片手だけ出ます、片手、左手だけ、左手どっちでもいいけど、あ、多分それ取れてるから、あとはもう上に引っ込んでくだけ、そしたらもうプラグが取れてるから。小指でできるわ。じゃあ次もう3本交換終わりました。今前半前の部分だけ、そしたら元通りこれ
つけていきます。まあ多分分かりやすいと思うけど、ここにアップ F って書いてあるから、まあ、矢印の方向がヘッドライトが前部分側なんで、まあ、あとは元通りにつけます。特に注意点はないです。よいしょ。はい、ついたらこれもうボルトつけるとき絶対にラチェットからいっちゃいけない。まあ手回しでちゃんと、まあ全部ではなくてもいいからボルトをちゃんと指でかましてあげてください。あとはまあ俺の場合インパクトあるからインパクトで締めちゃいます。よく適正トルクターがあるけど、正直そんな気にしなくてもいいと思う。緩まなければ本当に。あとは元通りにコネクターを刺してあげて、よいしょ。はい、これでプラグ交換は終了です。で、これは前半終了だから、あともうケツ3本、それやったらもう終わりで、あと最後にプラグカバーつけて、もうそれでもう終わりっていう感じです。よいしょ。じゃあちょっとテスト走行行きましょう。ちょっと回してみようか少し。お、なんか戻ってきたか。ちょっとこれは分からん。分かんない。あとねレブのところもちょっと見てみたいんで、とりあえず3000回転とか5000回転のところとかの不調は今のところ起きてない。起きると起きないかが分かんないんだよね。ただ今2000回転、3000回転あたりの感じは噛んでない、ほらちょっと2速落とします。もう一回いくよ。お、治った、治ったんじゃね。上がダメだな。治ってないかもしれない。